ペガサスハイドです。匿名希望さんの漫画を紹介しましょう。プロの漫画家を目指しています。創作系のウェブサイトに応募して落選しました。印象的なオチにしたかったのですが、うまくいってない気がします。アドバイスをください。まずこの漫画を皆さんと一緒に見ていきましょう。1コマ目、私の8万円が。主人公は大きな損失をしたようです。2コマ目、あゆみ、女の子が譲りに行かないでよ。ドアの向こうからお母さんの声が聞こえてきます。3コマ目、うん、分かってるよママ。主人公はとりあえずお母さんの声に答えました。4コマ目、夜自分の部屋にこもってスマホを見ているようです。5コマ目、釣り仲間のグループラインで次の夜釣りに行く計画をしているようです。やっぱり夜釣りはやめられないようですね。という漫画を送ってくれました。まずこの漫画のいいと思ったところからお伝えします。女の子が可愛らしいですよね。明るくて元気もあって親しみやすい雰囲気を持ってると思います。この方は何かの漫画の賞に投稿して、これは残念ながら落選してしまったと。自分の中ではインパクトがあるオチを作れなかったということを気にしていらっしゃるようですので、ここ終わりって書いてますからね。どうやったらもっと印象的なラストシーンが作れたのか、ネームを書くことで見せていきます。このチャンネルでは皆さんが書いた漫画原稿を募集しています。プロ、アマ問いません。年齢、性別も無制限です。採用された方は、どの漫画専門学校の先生も、ここまでやってくれない、有料級の漫画添削をさせていただきます。問題点を指摘するだけでなく、実際にネームを書いて、目で見て分かりやすく、楽しくお伝えするのが、僕の添削の特徴です。動画下に投稿の URL が書いてありますので、そちらからご投稿ください。待っています。はい、ネームを書いてみました。カメラが回ってなくて書いてるところが撮れてなかったんですね。僕が書いてるシーンを楽しみにしてくださってる皆さん、すいません。次から気をつけたいと思います。本来ネームというものはこれぐらいの絵で描かれるものなんですけども、これでは動画を見てる視聴者さんが漫画になった時のイメージがしづらいので、こちらはちょっと絵を多めに描いたものを用意しています。こんな感じでこの漫画を描いた人がコマを割ったりすればプロっぽい漫画が描けますよというヒントになるために書かせていただいてます。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。小回りのことを言おうと思うんですけど、これ僕似たような感じで割りました。高さも同じにしましたし、右ページか左ページか、あと立ち切りがどうかっていうことは考えずに書きました。この原稿自体が考えて書かれていないので、だから多分この人はあんまり右だとか左だとか立ち切りだとかっていうのを分からずに書いてると思うので、僕ももうそのあたり無視して同じように紙目いっぱいまで使って書かせてもらいました。この方がプロを目指してるっていうのであれば、右ページ左ページ断ち切りっていうのを知ってるべきだと思いますし、もしウェブで掲載するだけで製本化とか単行本化とかいうのは望んでないっていうのであれば、目いっぱい使ってもらっても構わないんですけども、囲ってもいいかもしれないです。枠線でこれ端まで出てるっていうことは断ち切りだっていうふうに思ってしまうんで、どうせここピチッと境界線がはっきりできてるじゃないですか。あと枠線がちょっと太すぎるっていうか、その枠線があまり太いとお葬式の写真みたいに死んだ人みたいな印象を受けるから、これの半分でもいいんじゃないかと思います。そしてこれも漫画初心者にありがちなんですけど、幅を統一することですね。これ太い、中ぐらい、細いっていう風にどんどん変わってるじゃないですか。幅統一しないとかっこ悪いですね。だから漫画家を目指してると言いながら、漫画の基本をあんまり勉強してないなっていう風に思ってしまいましたね。コマの線の引き方とか太さ、断ち切りの有無ですね、そういう基本のことをもうちょっと勉強される必要があるなと思います。この方メールで、これがどういうキャラクターか、どういう物語かって書いてくれてるんですよ。で、この主人公がね、あゆみって呼ばれてるから、あゆみちゃんですよね。この子が短尾系の、少年だと、見た目が少年だけども、実は美少女だったっていう設定みたいなんですよ。だけど性格は少年のようである。まどろっこしい書き方してるんですけど、要は見た目も性格も男の子みたいだって書いてあるんですね。だけど
本当は美少女だって書いてあるんですよ。だけどそれがそもそも書けてないなって思いました。普通に僕はこれ女の子に見えました。喋り方も女の子っぽいし、ヘアスタイルもロングヘアで、この子は少年っぽいって感じに見えなかったんですね。なので僕はこっち側では私の8万円がっていうセリフを俺の8万円がっていう風にさせてもらいました。これぐらいしないとこの子が男の子に見えるって読者に分かってもらえないよっていう例として見てほしいんですけども、この子が誰が見ても男の子っぽく見えないと男の子とは思ってくれないので、喋り方を俺の8万円がっていうのにしました。ここでお母さんに注意されますよね。もうこれに懲りてやめなさいと。それでもうるせえ、いつか巨大カジキを釣ってやるぜっていう風に男の子っぽい返事を僕はさせたんですね。うん、分かってるよママだったら別に普通に可愛い女の子じゃないですか。これが作者の設定しているキャラクター通りになってないなって思いました。普段はこの子は男の子っぽいわけですよね、まあ、だからこういう崩れた顔とか、まあ、こういう動きは少年っぽく、まあ、元気な感じにしました。だけども、まあ、決め顔ってほどじゃないんですけれども、アップになった時は実はこの子は可愛い女の子だよっていうのが、そのギャップがわかるように書きました。私の8万円がこれ何に対して落ち込んでるかっていうと、このメールに書いてあるのはバイト代を注ぎ込んだ道具一式を波にさらわれたって書いてあるんですね。8万円で釣り道具を買ったんでしょうね。でもそれが波にさらわれてなくなっちゃったと、それを嘆いてるんだと思うんですけど、なので僕はせめてそれがもうちょっとわかるように、釣り道具ですよね、クーラーボックスとかバケツとか釣り竿とか、そういうものが波にザバーンって流されたようなイメージの絵を描きました。これだけでも主人公が何に対してショックを受けてるかっていうのが分かりやすくなるかなと。これを書いた人が一番気にしている、まあ、印象的なオチにしたかったって書いてあるんですね、メールに。この一コマ目、これはもう絶対決定というか、書いた人の中でこれは絶対使いたかったんですって。だから僕もこれはもう同じ、私の8万円が俺の8万円が同じシーンを書かせてもらいました。で、最後の一コマ、これが印象的なオチになってるかと言われると僕はちょっとね弱いと思いました。この最後のページで言いたかったのは、要するにこの子が、まあ、こういうアクシデントがあっても釣りが好きだから懲りずにまた釣りに行こうと思ってるっていうラストシーンを作りたかったみたいなんですよ。まあ、これ笑顔で寝てるっていうことは次の釣りに行くのを楽しみにして寝てるっていうオチだと思うんですよ。まあ、ほんわかして可愛いっちゃ可愛いんですけど、あんまりピンとこないんですねっていうのが、この LINE グループの文字をいちいち読まなきゃいけないんですよ、これを。今の漫画、スマホとか LINE とか SNS、掲示板、まあ、X とかですよね、結構漫画の中に出てくるんですよ。まあ、僕らにとって日常的なツールですから。だけどその中の文字一文字一文字までじっくり読んでくれるかっていうと、そこまで読んでくれませんっていうのが、やっぱり文字情報だから、まあ、正直めんどくさいんですよ、これ一文字一文字読んで理解するっていうのが。だからここで幸せそうな顔して寝てるから、まあ、なんかハッピーな気持ちなんだろうなっていうことは瞬間的に受け取ることができるんですけども、夜釣りの仲間たちとこういう会話をしてるっていうところまで読んで理解するっていうのが、僕はめんどくさいなって思ったんですね。まあ、いつも言いますけれども、セリフに頼るなとか文字に頼るなっていうふうに言ってますけど、これを書いた人は文字と思ってないんでしょうね、多分ね。スマホの中の絵と一緒って思ってると思うんですけど、読者からしたらやっぱりこれは文字情報になってしまうんですよ。なので僕はこの子が、まあ、こういうアクシデントがあってもね、釣りっていうものが大好きだ、諦めないっていう気持ちをこんなラストシーンにしました。お母さんに、まあ、咎められるわけですよ。女の子が夜釣りになんか行くからよと、これに懲りてもうやめなさいと、まあ、こういうことがあったからね。だけど主人公はうるせえと、いつか巨大カジキを釣ってやるぜ、夢はでっかくだって言って、自分が大きなカジキを釣り上げるところを想像してると言ったらいいのかな。こう書かれると、まあ、読む字は夢はでっかくだ、これだけで済みますし、この子が釣りが好きでいつか大きな魚を釣り上げてやるぞ、それに対してワクワクしている、楽しみでドキドキしている、大きな魚を釣り上げるっていうことを想像するだけでもう嬉しいんだっていうのが出てると思うんですね。アクションで終わっているので、読んでる方もこう興奮状態で終われるって
って言ったらいいのかな、よっしゃっていう感じで、まあ、ガッツポーズする感じで終われるんですよ。だけどこれだとまあほのぼのとはしてるんですけど、女の子がまあ、次の釣りに対して夢見ているっていうのがビジョンとして伝わらないって言ったらいいのかな、メルヘンチックなオチだとは思います。まあ、これを書いた方がまあ、女性のようなので、まあ女性らしいまあ、夢見るオチになってると思うんですけども、印象的なオチにしたかったっていうのであればインパクトはないですよね。このオチは読み流されちゃうような感じになっちゃってると思います。だから僕はこんな風にアクションで終わらせました。この子が一番夢見てること、一番興奮すること、一番幸せを感じることをラストにバーンってオチで持ってきたっていうことですよね。この子が釣りに対して夢見てるっていうことをこちらでは寝ることで表してますが、僕は釣り体験そのものを書いてるっていうことですね。で、僕が気になったのがこの漫画ってどういうジャンルの漫画なのかなって思いました。で、ここからはちょっと難しい話になるんですけど、ジャンルとか言われてもわからんわとか、そんなの私考えて書いてないとかって思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、この人は漫画賞に出したみたいなので、まあ、それに、ね、落選したっていうことはそういうことも理解しておかなくちゃ入賞は難しいと思うんですよ。なので僕はそういうジャンルっていう話もしたいと思うんですけども、この人の絵柄はエッセイコミック風の絵柄をしてると思います。エッセイコミックっていうのは作者に実際にあったことを漫画にするっていうショートコミックのことですよね。だけどこの漫画は、まあ、フィクションの漫画なんですよ。つまり一般的な少年漫画とか少女漫画とかっていうジャンルなわけですよね。だからエッセイコミック風の漫画でフィクションの漫画を描くっていうことはだいぶセンスがないと読んでもらえないというか、よっぽどキャラクターが面白くないと読者は引きつけられないと思います。っていうのが、こういう風な絵っていうのはやっぱりパッと見下手だっていう風に思われちゃう絵柄だと思うんですね。絵柄と描こうとしてるジャンルがあってないというか、正直この漫画が誰に向けての漫画かちょっとピンとこないです。これがまだエッセイコミックって言われたらまだわかりやすいです。まあ、作者自身っていうか自分のことでね、私は女性ですけど釣りっていうものにハマっていて、特に夜釣りが好きです。で、その夜釣りの中で実際に私があったエピソードですとか言われた方がまだ僕は理解しやすいんですけども、これがフィクションでこういう女の子を作って架空の女の子をね作って漫画にしましたって言われたのであれば、この漫画は女性向きの漫画なのか男性向きの漫画なのかちょっとよくわからないというか、誰に喜んでもらおうと思って書いた作品なのかがピンとこないです。だからこういうところが独りよがりって思われて落選したんじゃないかなって思います。女性向きの漫画なのであれば、女の子だって釣りやってもいいじゃんとか、夜釣りってこんなに楽しいよっていう風に女の子に向けてのホビー漫画になってると面白いと思いますし、男性向きの漫画なんだったら女の子だけど男性っぽい趣味にハマっている、つまり男性から見たら親しみやすい女の子、すごく可愛くってなかなか釣りやってる女の子でこんな可愛い女の子いないよっていう夢の世界を描いてあげる。例えば男性向きの漫画とかアニメってそういうのいっぱいあるじゃないですか。女の子だけど自衛官とか自衛隊とか、女の子だけどもミサイルぶっ放すとかロボット操縦するとか、男の子がやるような趣味を女の子がやってくれることで男性から見て親しみやすい女の子にする、そういうキャラクターにするっていうのでだったらありだと思います。でもだとしたらこの絵が男性向きじゃないなって思いますね。もっと男から見て可愛い女の子の絵になってないと魅力不足っていうか、男性から見ると女性の可愛さっていうのが弱いかなって思いますね。女性が見る女性だったらこれぐらいでいいと思うんですけど、だからこれが誰に向けての漫画なのかっていうのがピンとこないというか、そのあたり考えてないから落選したのかなっていうふうに思いますね。何が必要で何が必要ないかっていうのを割り振ることでレベルアップできると思います。漫画言語を書くヒントにしてください。この漫画添削動画を見てくださってる視聴者さんたちからよく、なんで
ハイドさんはどんな漫画が来ても分かりやすく面白くネームを書き直すことができるんですかって言われるんですよね。僕も最初からこういうことができたわけではなくて、たくさん漫画を書いていろんな出版社の編集さんからああじゃないこうじゃないっていうふうに何度も言われて、何度も何度も書き直しをしてるうちにある程度の定義ってものがあるっていうのが分かってきたんですね。こうすれば読者に伝わりやすくなるとか、こうすればインパクトが出るとか、まあ、もっと言えばこう書けば編集部にネームが通りやすいとかね、すごいシンプルな言い方をすれば、どうやったら漫画賞が通りやすいかとか、どうやったらデビューしやすいかっていうツボってものが分かってきたわけです。この動画見ている人たちの中に自分も漫画描いてるとか漫画家目指してるっていう人もおそらくたくさんいらっしゃって、それにチャレンジしてるけどなかなか漫画賞取れないとか担当さんつかないとか悩んでる方も多いと思うんですね。この方も、まあ、賞に出したけど落選したって書いてあったんで、きっと僕の動画を見ていろいろ勉強してくれてるんだと思います。だけどそれって自分の漫画で言ってもらわないとなかなか書けないです。人の漫画とか絵とかもそうなんですけど、言われてあそうかって思っても、いざ自分がネーム書いたりした時にここどうしたらいいのかなとか、えこれはっていう風になっちゃうんですよね。一番早いのは自分の漫画に対して客観的なアドバイスをしてもらうっていうのが一番早いんですね。でそれをしてくれるのが編集さんっていう人なんですけども、編集さんは自分は漫画を書かないので注意はしてくれるんですけど、具体的な解決策までは言ってくれません。例えばこれじゃあ読者に分かりにくいよねっていうことまでは言ってくれるんですよ。だけどじゃあどうやったら分かりやすくなるのかまではあんたが考えてねっていう感じになっちゃうんですね。だけど僕は自分自身が漫画家だったんで、編集さんにそう言われたらどうやったらそれがクリアできるかっていうのをずっと考えてきたので、こんな風に具体的な解決策を出すことができるんですね。自分の漫画がもっと上手くなりたいとか、もっと早く認められたいとか、どうやったらデビューできやすくなるのかとか、一日でも早く漫画で認められたいっていう人は僕のところに来ていただけたらなって思います。やっぱ自分の漫画を見てもらうのが一番早いので、僕のところに来られた方はみんな自分の何がダメだったのかとか、そうだったのかこうすればいいのかっていう風に気づきや発見を得られます。人生これ以上足踏みしたくないという人は僕のところに来ていただければと思います。1回だけの単発相談なんかもさせていただいていますので、よろしければ動画下の URL のホームページから来てください。申し込んだら知らんおっさんが出てくるっていうことはありませんのでご安心ください。本当に僕本人が出てきてアドバイスをさせていただきます。このチャンネルは皆さんが書いたオリジナルの漫画原稿を募集しています。完成原稿であれば出していただくのは1枚だけ1ページだけで構いません。動画に採用させていただいた方には他のどこでもやってくれない有料級の漫画添削をさせていただきます。皆さんの原稿をお待ちしています。エンディングの後にはおまけ動画もございますので、興味がある方は見てください。もっと高度な話が聞きたいという方はメンバーシップの方で続きをお話ししていますので、動画下の URL から来てください。方は情報が整頓されてるっていうことがわかると思います。まあ1コマ目で俺の8万円が、まあ自分の釣り道具が波に流されたわけですよね。まあそれでショックを受けてる主人公に、次のコマでお母さんが女の子が夜釣りなんか行くからよと、これに来れてもうやめときなさいっていうふうに、まあ言うわけですよね。ここで女の子が釣りをしているっていうことがまあわかりますよね。要するに女の子らしくないことをしなさんなっていうことですよね。でも3コマ目で、まあ、うるせえいつか巨大カジキを釣ってるぜ、この子が釣りに対して諦めない、まあ、釣りに対する愛情の強さってのが分かりますよね。顔を上げたらこの子は男の子勝りではあるけれどもすごい美少女っていうかね、可愛いんだってことが分かりますよね。で夢はでっかくだ、釣りっていうものに対してこの主人公は大きな喜びとか興奮とか幸せを感じていて、周りの人からなんて言われようと、お母さんにこんな風に反対されようと、釣りっていうもの
ものに対して大きな夢を持っているっていうことがすごくわかりやすいと思うんですよ。こっちかも同じことが書かれてるんですよ。こっちと同じこと書いてるんですけども、なんでこっちの方がわかりやすいかっていうと、絵なんですね。絵の情報が一目見てお母さんとか一切こっち書いてないんですよ、ママとか。でも、まあ、洗濯物持ってお母さんが横切ったなんつうかな、お母さんがよくやってそうな行動って言ったらいいのかな、お料理してるとかね、洗濯物畳んでるとかね、アイロン当ててるとか、一般的なお母さんがやってそうな行動をやってるって言ったらいいのかな、落ち込んでるっていうことも、まあ、こっちは涙流してるんですけど全身で表してるんですね。ガクって落ち込んでる感じを両手両足ついて一目で見て絵で分かりやすいっていうところがこっちとの違いですね。これは顔と言葉なんで、まあこれも漫画初心者にありがちなんですけど、顔とセリフに頼るっていう。で、多分このラスト2枚は絵で表したつもりだと思うんですけど、まあこれは絵で表せてますよ、これはね。だけど、こっち側は結局文字情報になっちゃってるんで、でもこっち側は顔が可愛いっていうことも、まあ絵で表してますし、釣りに対して夢や憧れを持っているっていうのも絵で表してますよね。これが大きな違いかな。まあこれも美少女っちゃ美少女なんですけども、どこまでの美少女かわからんっていうか、ギャグ漫画というかエッセイコミックだとしたらこれは相当の美少女に見えると思うんですけど、フィクションの普通の漫画だとしたらちょっとこれじゃ可愛さが足りないってなりますよね。